木の前葵は、日本の地方競馬機種、名古屋競馬場、江ノ木屋光流社所属。兄弟子に大畑正明がいる。勝負服の柄はドアを、赤一本輪白ハートチラシ、袖赤、白一本輪。宮崎県北諸方郡三又町出身。小学6年で宮崎育成牧場の少年団に入り機種を目指すようになった。中央。 地方の騎手試験合格者を多数輩出する千葉県の東関東馬事高等学院を経て地方競馬教養センターに91騎生として入学。同期に笹川翼、立川樹木や石川などがいる。2013年3月31日付で地方競馬騎士免許を取得。同年4月15日、名古屋競馬第2競争で初騎乗。 4月17日の名古屋競馬第5競争で初勝利。2014年11月3日、盛岡競馬場で開催された JBC レディスクラシックに起場。2015年2月11日、第29回全日本新人王総派戦に出場。同年5月9日には、イギリスのリングフィールド競馬場で行われたレディースワールドチャンピオンシップ第8戦に出場し、優勝。 6月23日、名古屋競馬第9競争で、地方競馬通算100勝を達成。同年、ナーグランプリ優秀女性騎手賞初受賞。2016年3月17日、新春ペガサスカップで、単勝一番人気の活撃キトキト号に騎乗して、勝利を挙げ、重賞初勝利。2018年10月10日、名古屋競馬第6競争で、降臨スライムに騎乗し、 勝利、地方競馬通算300勝を達成した。2021年1月1日付で、西君伊佐夫級者から江ノ木屋三鶴級者へ、所属変更となった。ありがとうございます。